現在、照明を通っているのは消防本部の車両です。観察車を先頭に日立、佐賀、臨港、北部、各消防署の指揮車が4台、続きまして高度救命機器材を装備した高規格救急車4台、続きまして水難救助車1台、続きまして火災の消火活動に活躍する普通ポンプ車8台、続きまして特殊な消火薬剤により危険物災害に活躍する科学者2台、続きまして緊急消防援助隊により日立市内だけでなく日本各地の大規模災害に出場する救助工作者、高層化する建物に対応するためのコンピューター制御による最新鋭のはしご車2台および屈折はしご車1台、日立市のシンボル地域センターの屋上まではしごを伸ばすことができます。日立市消防団の消防車両です。消防団は市内を27の地域に分けて各地区にあり、第1分団から第27分団までの地域に密着した防災機関です。続きまして日立市内各事業所の自衛消防隊の車両です。 JX 日光日赤金属株式会社、日立事業所日光日立消防隊、株式会社日立製作所、日立事業所日立電話消防隊、株式会社日本日立製作所情報制御システム社、大三家事業所大三家連合消防隊、株式会社日立製作所日立研究所消防隊、日立アプライアンス株式会社佐賀家電本部佐賀特設消防隊、日立電線株式会社電線工場消防隊、日立電線株式会社日高高佐豊浦地区連合消防隊、日立化成工業株式会社山崎事業所連合消防隊、そして東京電力株式会社茨城支店水戸支社消防隊、東京ガス株式会社日立支社自衛消防隊、日立化成鋼材株式会社日立化成鋼材消防隊の各社